社会革命党は20世紀初頭のロシアに存在した政党。社会革命党は日本における寛用的な呼び方で党名を直訳すると社会主義者、革命家党という意味となる。社会革命党はナロードニキ家グループが連合して生まれた政党でその伝統を受け継いでいる。ナロードニキの理論家、ニコライ・ミハイロフスキーは評論活動の中で 文業批判の進歩感や批判的な主観主義を解いた。チェルノフや社会革命党の面々は彼の哲学的立場からマルクス主義者と論戦を交わし、革命的なロード日記主義、ネオナロード日記主義へと発展させる。チェルノフが中心となってまとめた考領案では、プロレタリアート、勤労農民、社会主義インテリの団結による社会主義が掲げられており、 チェルノフの農民社会主義論も定式化された。土地社会化を特徴とする農業綱領では、私的土地所有の廃止と共同体による管理への移行、勤労基準に基づく土地有益の均等化の実施、共同組合の発展を目指している。一方、社会革命党の綱領を分析したウラジーミル・レーニンは、 進歩的な革命的民主主義の性格を帯びていると表しながら土地の共同対象有や共同組合を農民の救済にならないとし実際は社会主義的なものではないとも指摘した社会革命党はなるほどに機主義と修正主義の接中主義でありプロレタリアートと農民との階級的な差異を無視したり農民内の階層文化対立を曖昧化しており革命における プロレタリアートの指導的な役割を否認していた。その他、先制の打倒、民族自決と連邦原理による民族問題解決、民主共和国の実現、政治的自由、国家からの境界分離、普通選挙、全ロシア憲法会議の招集、累進所得税、労働立法を主張した。八百九十年代末、革命的なナロード二期運動の伝統を、 再生しようとする人々が社会主義者、革命家を名乗り始める。1901年末から翌年にかけてテロリズムの復権を目指す社会革命同盟と組織結集を目指す社会革命党がゲル州にアゼフラの協議によって合同を決し、これに亡命者も加わって社会革命党が決闘された。綱領規約は決闘時には作らずに、 活動する中で徐々に作っていく方法が取られた。綱領と規約の正式な採択は1906年1月に取り行われた第一回党大会でなされる。トルドビキにいたアレクサンドル・ケレンスキーは、1917年の2月革命後に、ロシアで成立した暫定政権下で、社会革命党に移籍して、ロシア臨時政府のゲオルギー・リボフ政権下の司法省、陸海軍省となり、 第二大大臣会議議長として、ケレンスキー内閣を形成した。ジェルノフも、農賞として入閣している。1917年10月25日の10月革命により、ボリシェビキの主導するソビエトによって、臨時政府は解体された。脱出、逃亡した、ケレンスキーを除く、第三次臨時政府の閣僚たちのほとんどは逮捕、監禁されたが、その後国外追放され、 もしくは脱獄、亡命した。リボフ以下その他の閣僚経験者も大多数が、亡命した。11月に、憲法制定議会の選挙が行われ、社会革命党が第一党となり、翌1918年1月、チェルノフは、マリア・スピリドーノワを破り、憲法制定議会の議長に選出される。これに対してボリシェキは、憲法制定議会に対して、 ソビエト権力と諸政策の承認を要求するが、憲法制定議会がこれを拒否すると、ボリシェビキは憲法制定議会を力で解散させた。同年5月国内戦が起こると、社会革命党は6月サマーラに移り、反ソビエト政権を樹立、チェルノフもこれに参加する。その後各地で、ソビエト政府に対する抵抗運動に参加し、モスクワに潜入するなどしたが脱権に失敗し、 1920年、プラハに亡命した。チェルノフは、社会革命党在外代表として活動したが、1926年に、社会革命党在外代表団は分裂しチェルノフは、脱退した。ロシア内戦終結後、党員の多くが逮捕、処刑されるか海外に亡命した。1922年には、レーニンの指示により、社会革命党員の裁判が行われ、起訴された。 社会革命党員は12名全員が死刑判決を受けたが後に減刑された。この裁判は事実上モスクワ裁判を先取りする見せしめ裁判であった。事実として彼らは人民委員としてボリシェビキ政権内に残った左派党員たちと共に1930年代半ばの 大粛清により殺害された。亡命者による社会革命党在外代表団は労働社会主義インターナショナルの一員として1940年まで存続した。ありがとうございます。